さてアフターテラちゃんのお時間です今日のアフターテラちゃん郵便学者内藤陽介さんです内藤さんよろしくお願いいたしますえ今日はクリスマス仕様の置物ですからね、はいえー、素敵ですで、えー、お腹が出てきた髭、えー、<laughs> もちょっと白くはないですけ <laughs> いいですね、はい、いいです、ねそれもね、これで三角帽かぶれは違う <laughs> 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 はい、えー、さて、前回の内藤さんの指摘された10代女性らの自立支援援助、これを目的とする一般社団法人えコラボの不正会計疑惑の問題ですが、まあ、これ、結構騒がしくなってきているようですねねそうです、ね、ですすから、えー、あのこれ、最初にあ,のあらかじめお断りしておかなきゃいけないのは、はいえー、これ、今回、そのまあ、あのまあ コラボの,その代表の二藤さんという方がこれだけいろんな人が叩かれているというのはそれまでいかに彼女があの多くの人から反感を買ってきたかということの,あの現れではあるわけです、はい、でその反感を買ってきたというのが例えばこれはあの表現規制なんかに絡んできていろんなところに噛みついたりなんかしてきた。 っていうふうなことがあるわけですけれども、えー、で、そこであの、調べてみたらということなんですが、うん、よくあの、はい、コラボ擁護する方が、これがあの彼女が若い女性だから、うん、あの、叩いてるんだろうとか、弱い者いじめだとか、はーはーあるいは女性差別。えー をそのに反対する運動を抑え込みたいミソジニストの活動だとかっていうふうなことを言ったりする人があ,のあちら側は非常に多いんですが我々はそういうことを言ってるんではなくってあくまでも一般社団法人としての活動としてどうなんですかとましてやあの公的なお金が入っているとその使い道だったり活動内容なりというものがこれが適切なんですかと。 でそういうとあのコラボだけじゃないだろうやっぱり不正はいっぱいあるじゃないか例えば盛りかけかとかって私たち言うんですが、ねはい、それはそれぞれの人が関心のあるところで、はい、あの追及をするなり問題にすればいい話であって、えー、いや他に問題があればどんどどんんんやればいいんですよなジャンルであったってその税金の無駄とかあの公金の不適切な支出については、はい、これはやっぱりみんなが、ねあのー、正していかなきゃいけない。でその時に、はい 自分たちの関心の及ぶ範囲でやればいいだけのことであって他に問題があればそ,れその人たちがじゃあそっちの問題すればいいんで、うん、我々がここに関心があるで特に私とその仲間というのが例えばいろんな形でレジ袋の時から規制緩和だとか減、はい、税ということを言ってる文脈で出てきてるんであって。 でそれをそのなんか男女性差別だとかそっちにすり替えさせちゃいけない、うん、これは大前提として、うん、あのやっぱりこれは公金を使った問題なので、うん、きちんとそ,のそれが目的通りになっているのかその公金を支出に値するあの団体、自由なのかということが大前提だということは、はい、でそこでやっぱり調べてみると。 これ、ちょっとどうなのというふうなことが出てきたということですよね、はいえーで。この不正会計指摘されたコラボ、このサイドもですね。不正はなかったという証拠として、昔の賃借対象表ですね。こちらをあ対借。ごめんなさい。昔の対借対象表を公開したり、記者会見。これを開いたりしていたんですが、コラボが公表した。2018年の対借対象表を含むすべて。 のデータが2022年11月16日作成更新となっているなど公表してしまったことで逆に辻じを合わせるために作成や改ざんしたのではないかという疑惑これが持たれてしまっていると最近はですねこの不正会計の疑惑についてはコラボ側、改めて説明はしていないということのようなんです,ね、うん、ですからここでいやこれ不正なんじゃないですかって そういうなことを問い合わせたことに対していやそういうこと言うのは,これは我々の活動で妨害しているとか、うん、あの差別だとかって騒ぐわけですよね。はい、でしかもこの時の記者会見というのは非常に問題で、はい、あの一部の弁護士はちゃんとした市民本物番ならともかく。うんまあ 文言は違うんですけどそういうニュアンスで非常に、ですねあのいや、こんな高々寝坊よごときが支援でこんなことやって消し情報公開を、ね、請求するなんてけしからんっていや、何言ってるんだと、えー、情報公開を求めるその請求を求めるというのはこれ国民として、えー、あの行政に対してですね、えー、監視するあの権利ですよ、えー、それをあのリーガルハラスメントと言ったりですね、えー、あ,あるいはこの別の弁護士はここで全く事件と関係ないですね、えー、今回の件と関係ない AV 新法が正しかったみたいな。 演説を始めちゃうと。 デタラメぶりが際立ってるわけですよ、えー、だから例えばあのこれはね初期の段階で私は好き嫌いでは決して好きな団体ではないですだけれどもこれ初期の団体で段階で書類だとか経理に不備があったらそれはしかるべき調査をして、うん、あの一定の日時の後に正式にその訂正,の訂正すべきところは訂正して返納すべきもの返納してきちんとした手続きをしますといえばおそらくほとんどの人は、はい、ああじゃあちゃんとしてくださいねと済んだ話をですね自分 彼らの彼殺の脳内では,内では自分たちが正しいことをやってるんだから文句を言うなというあ,ーーあまりにもいたけだかな姿勢が出てきたことがますます火に油を注いでいるというそういった不正会見の問題を SNS などで指摘したアカウントネームひまそらあかねさんに対してです、ね、コラボが虚偽のお投稿による名誉毀損が膨大な範囲に拡散したとして1100万円の損害賠償を求めたて これを取り下げていないということなんですね、これ、前回取り上げた時にひまそらさんの名前、ひまそらさんというふうに間違って発音してしまいまして、大変、失礼ひまそら、濁らないというこですね、遅ればせながら訂正いたしますが、ですから、これも、でいや、名誉毀損で損害賠償を求めたって言うんですが、これに対してひまそらさん側が、裁判使用の支援を求めるクラファンみたいなことを始めたら、あっという間に数千万。 集まるとだからあのこれはもう純粋な法律論としてですよひ、うん、まそ、あ、らさんの,あのアカウントでの表現もですね例えば「タコ部屋」というふうなことが書いてあったりしたのはこれはまあちょっと行き過ぎた表現がないではないでしょうおそらく。はい、だけれどもあの世の中全体としてどちらがやっぱりおかしいと見られてるのかといったらどちらに分があるかといったらそれは圧倒的多数の国民はひまそらさんの指摘していることがこれはあく,までもそのあくまでも彼女たちの主義主張は別に。はい あの不正でしょそれはちゃんと明らかにして都にその資料解除請求してとていうことですこれは当然じゃないですかでそれを名誉毀損といっていやそれこそ妨害する妨害ある種妨害しそうなんです、ね、例えばさまつなところを取り上げて、はい、あのこれもなんか前回あの刺さった言葉で差別の当たり合いというのが刺さっちゃいましたけどああのそういうことをやるからますます彼らに対する反発がです、ね、強まるとで。取り下げないといととうことによって、ね、じゃあ あのどうなのかと仮にそこでですよそさまつな表現を捉えてあの名誉毀損害が成立したとしてもですねだからといって例えば不正な支出があればそれは許されることではないわけです。うん そういう形であの話をすり替えてはいけない、うんはい、でこのコラボの不正会見の問題は東京維新の会所属議員,の所属議員ですねあと維新の都議団からすでに都庁の福祉保健局に対して質問状これが提,提示されたこともあって1月にはですねこの問題に興味を持った各党から国会で質問主意書も出る。 ことになるというふうに言われていますですからこの問題来年さらに大きな問題に拡大することになりそうだということですねいや当然でしょうね、はい、ですからまあこれに限らず税金の無駄遣い あるいは白割り集団というのはよく言われているわけですが、うん、別にそれコラボだけではないわけですけれども、はい、しかしこれだけ目立ってくるとあの増税するのしないのってことが議論になっている時においおいそれはないだろうというのが納税者の,あの素直なですね感情ですよだってこのあと年が明けたらですよ、はい、あのそろそろみんな3月15日の締め切り目指して確定申告を始めるわけですよそで,す、ねえー、でそれでその帳簿書いてですね一生懸命書いてですねでなんかちょっとでも不備があればですよああるいははちょっっと不備ででなくてても疑問点があって税務 最初かかから電話かかってきたみんな縮み上がってですね、うん、不正をしてなくてもですね救急としてやってるところにいや領収書を取ってませんでした、うんはい、<laughs> なんの非常にずさんなですね帳簿を出してこれでお咎めなしって言ったらそりゃ、ね、有権者ね黙ってませんましてやこれあの本来だからあの国の側もそのまあ国会でも問題すべきだと思いますがあの統一地方選挙ありますからやっぱりそれ地方議会、特に都議,都議団は。ですね、うん、いや こんなことでその都の有権者都民にです、ね、説明できない。 何とかしてくれ,ってこれ当然の話ですよ、ねはい、でまあそんな傾向を察知してか日本共産党の二比総平参議院議員が今週火曜日、えー、20日国会内で関係省庁に対してこのコラボをはじめとする内閣府の男女共同参画事業の当事者ですとか支援団体の重要性について認識を正しました。でそして内閣府男女共同参画局の担当者に情報公開請求で 資料を曲解し、あたかも事実かのごとく、動画や SNS に流すのは事業の妨害だと説明させた上で、に匹議員は、女性支援の予算拡充こそ必要であり、当事者、支援者の安全を脅かしかねない、この情報はですね非公開とされるのが当然だと強調していたというんですね、予算の拡充の要求、そして支援団体の情報は非公開にすべきという、こういう主張なんですが、 えー、予算増やせと言いながらさすがに支援団体の内部情報は非公開にしろというのはこれはちょっと無理があるんじゃないかと、まあ、通らないでしょうね、はい、だから本当にその被害女性の名前だとか、はい、住所を伏せるというのは、まあ、ともかくとして、はい、あのそれに関わらない部分はあるわけでしょ、はい、でそれを公開すべきところがあるで情報公開で出た資料を曲解しているんだけど、うん、情報公開で出た資料を論じていな曲解だとは何事かとでそれが事業の妨害という。 公開されて困るような事業ならそれこそやめるべきじゃないですかさらに予算の拡充っていうんですけれどもじゃあ予算を、ね、拡充するんであれば、はい、いやいいですよ私はその女性支援が意味がないとかそういうこと言ってるわけじゃないんで、はい、予算を拡充するというんであればじゃあ当然事業評価が必要ですよねと、はい、どれだけのこの支援をしていた団体に対してです、ね、支援をしていたらどれだけの成果が上がったんですかと、はい、例えばですねよくそういうところで日本男女共同参画みたいなことをあの推進した人たちが 日本では国際的なその女性の,です、ね、あの若年期地位が低いとでその国際ランキングで下の方であるとで実はその日本より上の方にアラブ諸国でその自由に外出できなかったりヒジャブやベールをかぶらなければという国のほうが上に来てたりして、うん、その指標はどうかと思うんですが、はい、じゃあ仮にまあそれを良しとしましょう良しししとしましょう1つの基準だからねでも、じゃあそしたら彼らがあのその団体が活動したもう例えば5年とか10年とかやってるわけですから。はい どれだけ改善されたんですかと、はい、共同参画は、ええ、で何年もやってもこの人たちがやって改善されないんだったら あなたたちやっぱりダメだから他のより効果のある団体に変えますよというのが自然でしょ、うんはい、拡充するというならで実際、例えばそのコラボに相手にされなかったコラボに支援を求めたけれども受けられなかったというそういう女性が他の団体にその支援を求めたとでそういった他の団体があの都に対してです、ね、あの女性を申請したらやっぱりもうすでに出来上がっている、まあえてこういう言い方しますがコラボギルドと別の団体だったので、うん、門前はまを食らわで結局。うん 結局その実際に本当にその困っている女性に支援がいかないと、そのギルドの中だけで回してる、少なくともそういう印象を多くの国民は持ってるわけです、うん、だからそれはですね、かつてそのリベラルの人たちが、それこそ安倍さんの盛りかけでも何でも疑惑が持たれた方があの襟を正して証明すべき、潔白を証明すべきだと言ったんであれば、はい、こういう帳簿だとか、そういうまさに公開してですよ。一番てあの こういう疑惑をその晴らす潔白であることを証明することを自分たちができるのにそれをしない黒塗りをさせるでさらにそれを全然次元の違う形で事業への妨害だという議論のすり替えをすると。これは どれほど彼らの言うことが崇高な理念で崇高な目的であろうとも、うん、一般社会の人は納得しませんよ、するわけがない、うんはい、でここにきてですね森友学園の問題、えー、そして家計学園の問題では、まあ、政府、あと当事者の内部資料の開示情報公開を求めてきた日本共産党から、えー、この義務枠の持たれている NPO 法人ですとか一般社団法人に対しての情報非公開を求める発言が出ることについては、まあ、これはもう違和感を覚え いる人が多いかと思うんです。けれども、この日本共産党の仁比議員には、えー、このあえてこういう発言をしなければいけなかった事情っていうのがあったってことなんですかね？ですから、例えばそのコラボに関して言うと、そのコラボのその代表の仁藤さんがあの共産党と非常に近い関係にあると言われてますよね。うんはい、で、実際彼女はあの今落選しました。けれども、全あの元衆議院議員の池内沙織さんですか？はい、共産党から出て。うん あの池内さんの熱心な支持者支援者であるというふうなことなのでやはり共産党として見ればあの自分たちの仕事を支援してくれているそのまあ有効的な団体あるいはその支持者の団体ということであればやっぱりその支持者の意を組んで動くというのはあのこれはそういう意味で言うとその国会議員の基本的に仕事ですからあのやっぱりそのバックにいるその支持者の意を組んでその支持者の利益になるように。 法に触れない範囲でいろいろ動くというのはまあ彼らにしてみれば当ちなみにひまそらあかねさんの情報開示の請求に対して東京都側、貸借対照表などを一部開示しましたが黒塗りで隠されている部分も多かったんですね、でこの黒塗りが雑な黒塗りだったためにかえって車両関係費にユニクロ、GU などの服飾費が計上されているなどが分かってしまったということもありました。 まあこういったことからコラボの不正が疑われるきっかけにもなったわけなんですが、まあ、こういったことも今回の日本共産党のニヒ議員の発言とつながっているのかどうかかです、ね、だから妃さんなり共産党なりはやはりコラボが追求してほしくない、はい、でなんとかそのこれはあのいわゆる、その知性的にと思って差別であるというふうなことに話を持ってきたいわけでしょ、えー、でその文脈で言ったわけですけれどもでもね例えばね、ねいや 本当にその正当な資質であればユニクラ自由というのを例えば逃げてきた女性に洋服を支援したと、えー、だから買いましたっていや、ちゃんと言えばいいじゃないですか、はい、別に堂々と、えー、でシェルターを用意したんでしょうでそこでそ衣食住を与えたんでしょ提供したんでしょ、はい、でそのためにユニクラ自由で買ったんですでなんでそれが言えないの、はい、そこですよで、わざわざなんで車両関係費にするんですかと。はい あのやっぱりそれはあのそれだから最初のところでそれはあの単純なミスです、うん、だから訂正しますと言えばいいの、はい、いやおかしいでしょと言った時にいたけだかに、うん、いやそういうこと言うのはそれは味噌ジニストだとかねあの女性差別主義だとかいやそうじゃないんだと、うん、でこれが本当に使われたんであればいいじゃないですか堂々とちゃんとやれば、はい、で自らそのの弁明の機会を なんか封じちゃって、うんはい、でなんかあの当たり散らしてるだけだからこれますますやっぱりいややっぱりおかしいよねという、うん、いや普通思いませんか私がおかしいですか、えー、いえいえでこれ黒塗りにしたってこれ誰がするんですかねこういう黒塗りに、ね、だからあの情報公開の時に都の関係者が、はい、都の関係者が文書関係者がするんでしょうけれどもでもそれはだから何かよろしくない部分があ,るあ,のあの原本は、えー、あのちゃんとその提出しないと意味がないですから、はい、その原本を公開するときにその文書の関係者が、えー、多分一定の指 以上って、あるいは一定の基準で、こことこことここはくるにう。ただ、逆に言うと、もしかすると、えー、これ、あの、消し方が雑というのも。えー 言ってみればここまでずさんなの党都がハンコついちゃってたわけですから当然、これはコラボだけではなくて都の責任問われるわけですね、最終的には小池都知事の責任問われるわけですよ。だからそこでやっぱり都の側としては事業評価しないとかなんとか突っぱねてるわけですがというふうに見られてもそういうふうに見られてもかなわないだけれどもやはり、ですねこれまともに考えればやっぱりおかしいよねというのは現場の人は思ってると思うんですよ。だかからもしすすると意図的にでね あの黒塗りやしない板挟みには入った人がですね<ー>ちょっと雑なして雑,雑というのはそこにもしかしたら意味があるかもしれないですねでそこで察してくださいという,うで我々は立場上言えませんけれどもという,、はいという あのそういうことだったんじゃないのかなというまあそれぐらいのやっぱりあの個別の公務員の方の良心は信じたいですねただその東京都からですね女性支援事業の委託を受けている団体はコラボ以外にもパップス若草プロジェクトボンドプロジェクト、まあ、全部で四団体あるようですでコラボの不正疑惑よりもですね他の三団体の方が問題を多く抱えているなんていうことも れですからあの帳簿その他のずさんさといいますか、うんまあ、もちろんね眺望の,の類っていうのは最終的につじつま合わせて鉛筆なめなめというところは、まあ、かオーカレスカーからやってるところはいいとは言いませんが、はい、あ,のあるでしょうと、はい、ただそれがあまりにもやっぱりずさんであると、うん、あるいは活動実績がコラボに比べてあの非常に少なかったり、はい、あの明らかにそのまあ水増しだったりあの操作している,るのがバレバレなことが 多いでそうするとその中で比較的コラボはそれでもまだ、はいあのー、あの人たちなりには真面目にやってたというところがあるということなのでちょっとこれはやっぱり闇が深いです、ねうん、そうですねでこの困難女性支援法の中身を決める有識者会議のメンバーもこの4団体のメンバーで多くが占められていたというふうにも言われてるんですがとなるとこの困難女性支援法というのはまっとうなのかどうかって い,とね、いやマットじゃないですい、はい、あの誰がどう考えても、うん、だから誤解のないように言っておくと、はい あの困難な状況にある女性を支援するという趣旨はまともなんですよ、はい、それ自体は。だけれども、あの非常にこのお手盛りでですね助成金をもらう側の人たちが、その言ってみれば、まあ、あえて言うとそのコラボギルドに入らない人たちを排除して、自分たちのところにだけお金が降りるように誘導したんじゃないのかという疑惑が、今やそこまで来てるわけですよ、そうなってくると、これは NPO 側だけじゃなくて、やっぱりこれは厚労省だったり、まあ、場合によっては政治側絡んでるかもしれない、それこそ共産党みたいな政治側絡んでる。 かもしれないこれは今の段階では、はい、あの断言はっちもちろんできないですけどか、はい、しかしあのこういう形でですねでしかもおそらくこれは今回コラボをきっかけにこのいわゆる男女共同参画というところに 巨額の予算が注ぎ込まれていてということは明らかになりましたが別にこれだけではないと思うんですね、はい、普通に考えれば似たような他の事業でもあの税金がその流されていく食い物にされていくというシステムはいっぱいあるので、うん、だからまずは、あのその中で何でこれ取り上げるのかというのは言んだけどやっぱこれだけ問題になって話題になってるんだから、うんはい、じゃあ、これはどうなんですかと。うん でその過程で他の団体も出てくればそれは問題すればいいでしょ、うんはい、で、あとは事業評価の形をちゃんとやるとだからまずは厚労省、東京都、うん、あのこのやっぱりこうあのきちんと説明すると少なくとも、うん、あの情報公開しなきゃ。 ダメですよとか情報報告がしたけど、すみぬりですよみたいなあの本放送の時でも言ったようなですね、はい、あの浜田議員の末永秘書に対するそういったあのいい加減のな対応ではなくてですね少なくともこれから増税をするのしないという私は増税反対ですけれども、はい、仮にするにしてもですよ、うん、まずこういうことについてきちんと説明をしないと、うん、いや、確定申告前にこれ納税者は起こるし大体いい、あのー、持たないですよ統一地方選。ねはい 納得いけませんからねこれは要するに公金の支出の問題だということで、うんはい、それを言ってみれば目的がいいから何やってもいいということにはならない、うん、それを勘違いしてはいけない。うん <laughs> だから逆に言うと、ここでその感情的にはわかるけれども、あの人たちに対して理不尽な攻撃の仕方をすると、それを捕まえて、あの人たちは、いや、やっぱり差別主義じゃとか言うんで、それは我々も十分気をつけないといけない、冷静に、ね、静にとにかく事実として、これはあくまでも公金の話なんです、はい、ということに絞って言わないといけないと、そういうことですね。はい、以上アフターーテラちゃんん内藤陽介さででししたた今日日出ててきました困難女性支援法についてはですね明日のウィークエンドテ あらちゃんで、えー、改めて取り上げさせていただく予定です内藤さんありがとうございました,ました明日もよろ,<あ>よろしくお願いいたします